ジョエル・ロブレス・ブラスケスは、スペイン王国マドリード州、レガネス出身のサッカー選手。レアル・ベティス所属。ポジションは GK。2004年に CD ・レガネスのユースチームでキャリアをスタートさせ、アトレティコ・マドリードのユースチームに移籍した。2009から2010シーズンから、セグンダ・ディビジオン B のアトレティコ・マドリード B に所属。2009年12月27日。 アトレティコとの契約を2014年まで延長した。2010年5月9日、第37節のスポルティングで基本戦で、先発出場のセルヒオアセンホが、前半10分に膝を負傷し、交代となり、政治系のダビドデヘアは、UEFA ヨーロッパリーグの決勝を控え、休養だったため急遽出番が回ってきた。デビュー戦は1から1の引き分けとなった。 2010から11シーズンは、デフェアが完全にレギュラーに定着したため出場機会はなかった。デフェアがマンチェスターユナイテッドへ移籍した2011から12シーズンは、正式にトップチームに昇格。新加入のティボクル・トゥアが、レギュラーに据えられたため、アセンホと第 2GK の座を争い、ベンチ入りの回数も増えた。2012年1月30日、 ダニヒメネスの故障によって、GK の駒不足に陥っていたラージョ・バジェカーノへ、レンタル遺跡。2月5日のレアル・サラゴサ戦で、初出場を飾るとその後もスタメンを守ったが、負けが込んで失点がかさんだ。終盤戦は、ダビド・コベーニョにポジションを明け渡した。シーズン終了後に、アトレティコへ復帰したが、クルトゥアとアセンホの前に埋没し、出場機会は得られなかった。 2013年1月18日、同胞ロベルト・マルティネス監督が率いるイングランドのウィガン・アスレティック FC へレンタル移籍。当初はアリアルハブ氏の控えと見られていたが、1月1日の第21節、マンチェスター・ユナイテッド FC 戦から3月2日の第28節リバプール FC 戦までの8試合で2十失点を喫していたため、3月17日の 第30節入荷するユナイテッド FC 戦でプレミアデビューを飾ると4から0で完封勝利を収めた。その後はアルハーブ氏に代わってゴールを守り続けている。7月8日、マルティネスが新監督に就任したエバートン FC へ完全一席。2018年7月5日、レアルベティスへ4年契約でフリー一席。ありがとうございます。